しです。日本全国から33,660、私を入れて5通です。での子どもたちの未来のためにぜひよろしくお願いいたします。この署名を重く受け止めて、子ども被災者支援法の基づく基本方針は早急に決定をしなきゃいけませんし、いずれにしてもそれに関わる政策、本当に皆さん方、子どもさんのことも心配されているというのはよく分かっております。一日も早く策定して、実際に運用できるような状況を本当に被災者の皆さん待ってますから、よろしくお願いしますということで、根本大臣に質問いたしました。これからもですね、頑張っていきますので、ぜひ。今日はですね、放射能被爆から子どもを守るための対策を求める請願書ということで、ぜひよろしくお願いいたします。だからその目の前にいる子どものことをちゃんと対応できないで、国の未来云々なんていうのはもう真っ赤な嘘っぱちだと私は思います。子どもたちの要するに被爆をしたという事実は事実なんですね。初期の被爆というのが量がまるで分かりませんよね。どのぐらいの被爆量だったかってもう 今となって分からないので、まあ多分傷ついているだろうということは間違いなくあるんですけれども、それがどういう形で出るかは血液検査であるとか心電図検査であるとか、まあ甲状腺がんの検査も場合によっては必要ではないかと思うんですけれども、そういった見つめていくというか、毎年経年して見ていくということがこれからは非常に大事になると私たちは考えているんですね。復興庁さんが原発事故子ども被災者支援法の取りまとめということで、大体いつも復興庁さんと環境省さんで、私たちは自治体の行っている健康、学校の検診の中に組み込んだらどうかという提案もしてますので、文科省さんも出てきてくださってるんですけども、いかに健康調査をしなくていいかということに、まあ、徹しているようにしか聞こえないので、とにかく関東というのはチェルノブイリと違って大変人口密度が高いですので、おそらく10年ぐらいの間には相当なことが発揮してくるだろうなって私たちは思ってるんですね。だからやっぱり市民の力でも国がやらなくても私たちの力でもやっぱりこう何らかのデータは取っていかなきゃならないだろうなというふうに思ってます。